キルギス語で尊厳はアルナムイスと表記する。尊厳党は1999年7月9日に結成された。同日、設立会議が開かれ、政治会議、関西委員会、議長の選出が行われ、同期役と綱領が承認された。同年8月19日、政党、尊厳として法務省に登録。2000年1月5日、 1> 第1回党会議が開かれ、党規約と綱領が修正された。同年4月2日、党首クロフが逮捕されたことと関連して、第2回党会議が開かれた、党は、地下活動に移った。尊厳党は、アタメ県エルキンディク、人民党とともに、2001年11月3日に創設されたキルギスタン人民会議に加盟しており、党首クロフがその議長に選出された。 2004年のチューリップ革命後、活動を再開。2015年の国会選挙で議席を喪失。尊厳党の最高機関は、年に1回以上開かれる、党会議である。党首、政治会議、地域支部の多数の要求により、臨時または緊急会議が開かれることもある。党会議官の指導機関は、党首と政治会議である。党の財政の管理は、 関西委員会が実施する。党首の任期は3年。政治会議は5から15人。関西委員会は3から5人からなり、任期は同じく3年である。ありがとうございます。